で、セールスってのは説得ではありません。説得をしたらもう終わりだと思ってます。はい、こんにちは、ヒートルフィリップ太郎です。今日も配信していきたいと思います。ということで、まあ、今日の、ねお話はですね、確実に商品を売るための、クロージング方法についてねお話をしていきたいと思います。やっぱりね、人はそのね、まあ、僕なんかもオンライン上でやっぱりそのセールスをしてるわけですよ、ね、特になんか人に会ってなんか営業しに行ったりとか、なんかそのね、なんて言うんですかね、その業種交流会とかに行って名刺を渡してですね、あ、こういうものですみたいな、なんか仕事くださいとか、なんかそういったなんかそういった面倒くさいセールスとか一切していないんですよ。はい、ね、で、なのにもかかわらず僕のね、あの商品はまあ基本的にね、あの今でもやっぱ毎日自動的にやっぱり商品売れていきますし、その中でもね、たまに私がね高額商品とか、募集するとやっぱりそのね、あのお客様の方からね、ヒルトルさんにお金を払わせてくださいと、ね、ファンですという形でね、あの人が集まって、来るわけなんですけども、まあ、なぜそういうことをできるのかなと、その秘訣は何なのかなっていうお話を、したいと思いますので、まあそのね、セールスの方法、ね、あの確実に商品を売るための、セールスの方法、今あなたがネットで、ネット上もしくはね、まあ、直接会ってでもいいんですけれども、もっと効率的に、ね、商品を売りたいと思ってるんだけども、なかなか売れないと思ってる場合はね、ぜひこの話最後まで聞いていただければなというふうに思います。で、じゃあどうすればそもそも人はね、あなたから商品を買うのかっていう話なんですけども、よく言うのがそのね、まず知る、はい、まずあなたのことを知ってもらう、あ、こういう人なんだってね、ちゃんと知ってもらって、知ってもらわないと話も 何も始まらないですよね。自分の相手のなんかよく知らない会社から商品買いたいとなかなか思わないわけですよ。はいね、なんか欲しいなと思ってもなんかよく知らないからちょっとやめとこうかなって思ったりするわけですよね。なのでまずは知ってもらう、そして、好きになってもらう、そして信頼してもらうっていうね、know, like, trust っていうんですけども、その3つのステップが非常に大切なわけですよ。はいね、それがまずね、そうやってまず知ってもらって、ちょっと自分のことを好きになってもらって、あ、この人だったらお金を払っても大丈夫そうだなっていうね、信頼関係が築ければ、商品っていうのは非常に簡単に売れます。ね、多くの人はね、なんかね、そのなんか、営業とかをしてまだ信頼関係がないとかね、もしくは Facebook のメッセンジャーでいきなりメッセージをしてですね、こんにちは、友達になっていただいてありがとうございますところでみたいなね、いきなりセールスを仕掛けるっていうね、そういった信頼関係がないところでセールスをしようとするから、なんか頑張って説得をして、こういう商品もこれもついてるんですよ、これもついてるんですよみたいな、なんか頑張って説得をして商品を売るみたいなことをしてしまうわけなんですよ、ね。なので、まあ簡単に言ってしまうとやっぱり信頼関係を築くことが大切なわけですよ。で、僕なんかね、まあ、それがね、土台としてまず知っておいてほしいんですけども、僕はそこでよくね、習った、もう一つね、大切な概念があるんですけど、それは、リザルト・イン・アドバンスって考え方があります。いいですか？リザルト・イン・アドバンス。ね、僕もそんな英語の、発音得意じゃないんですけども、僕も全然日本人ですので、はい、ネイティブ的なね、発音できないんだけども、わかりますか？リザルト・イン・アドバンス。ね。事前に結果を出してあげる。つまり、こちらが何かね、例えば、コンサルとか何かある程度ちょっと高額な商品をセールスするとしますよね。自分のバックエンド商品を売りたいと。で、そこで商品が売れるかどうかっていうのはですね、やっぱりそのセールスをする時点でお客様がどれだけ結果を出しているかと。ね、そのやっぱりクロージングするまでの間にいろいろ期間があるわけですよ。その中でなんかね、無料コンテンツを見せたりとかですね、まあいろいろ、まあ基本は無料コンテンツですよね。もしくはその安い、フロントエンド商品とか、まあミドルエンド商品とかいろいろありますけど、そのバックエンド商品を売るまでに、まあ、何かしらの商品を販売して、そのバックエンド商品のね、セールスに、まあ、たどり着くわけじゃないですか。で、本当にね、商品を本当に買ってくれる人っていうのはですね、それまでの間に結果が出てる人っていうのは、かなりの確率で高額な商品も、買っていただけます。はい、でこれ本当に大切です。いいですか？リザルトインアドバンス、その商品をセールスする前にもうすでに何かしらの結果を出させてあげる、もしくは何かね、ああこうやればいいんだなとね、ああこうね、その無料の情報とか安い商品とかね、何かその高額の商品を販売するまでに、ああそうやればいいんだなとね、何かそのやり方を教えてあげて、そのね、別に分かりやすく何か売り上げが上がるとか結果が出なくても、何か気づきを与えてあげるんですよ。
ね、ああこうやればいいんだなと、全然知らなかったな、こうやればいいんだってね、お客様をね、何かちょっと一歩でも前に進ませてあげる、そういうことができれば、本当にね、簡単に商品を売ることができます。なので本当にそのね、お客様にそのね、じゃあこういうね、プランがありますので、まあいくらいくらなので、ぜひ申し込んでくださいね、参加してくださいねって言ってね、まあセールスをするわけですけども、その時にもうすでにね、何かそれまでのね、セールスするまでのまあプリローンチ期間というか、それまでに販売した商品とか無料でね提供していたコンテンツだけで、あ、こうやればいいんだなと、こうやれば結果出るんだな、もしくは実際にちょっとやってみたら、あ、うまくいったわとね、それがちょっとでも結果が出るっていうことになるわけですよね。そうすると人は本当にファンになるわけですよね、あなたのファンになるわけです。それで信頼関係が生まれるわけですね。そうするともう、まあ、ある意味どんな商品でも売れるみたいな感じなんですよね。私もそうやって何かね、別に高額なね、その100万円以上のコンサルなんかも売っています。はい、私の場合はね、例えば去年とかどういうことをやっていたかっていうと、まあ、もちろんそのね、例えば数千円とか数万円ぐらいの比較的安い価格帯の、まあ、オンライン教材を売るわけで、売ってるわけですよ、基本は。で、それを、まあ、今でも売ってるんですけど、まず私の場合ね、安い商品を売ってもらって、まあ、そこで、何かね、商品見てもらうと。はい。で、それを別にね、その買った人が、まあ、全部見るかっていうのは人によって違うんですけれども、やっぱり人はね、まあ、それを見て、あ、なんかすごいなと。ね、それで、まあ、やってみて、ちょっとでも結果が出るとか、もしくは、そのね、そんな行動はしていないんだけれども、あ、すごく内容が良かったなっていうと、やっぱ信頼関係が生まれるわけですよ。まあ、もちろんそこでね、本当になんかやってみて、例えばね、僕なんかはそのね、経営者向けに、ね、売り上げを上げる方法っていうかね、集客、広告の方法を教えていますので、まあ、実際にやってみたら、結果が出たぞと、売り上げが上がったぞ、みたいな人はですね、かなりの確率でその後の僕がね、セールスしてるバックエンドとかにね、申し込みでいただけるわけなんですよ。はい。なので、高額商品とか何かね、まあ高額じゃなくてもいいんですけれども、セールスをする際にはですね、やっぱりそこの状態で信頼関係を築いておくことが、とてつもなく大切になります。そのね、セールスをする時点でもすでに何かしらの気づきだったり、結果を出させてあげる。はい。ね。ってことが大切になるわけですよ。別にもうすでにいろいろね、商品持っていたり、なんかリストがあってね、しっかり売り上げている方は別にね、そんな分かっているよって思うかもしれませんけれども、やっぱりまだ全然ね、リストもないとか商品もね、まだないと、ネット上でね、売り上げを上げられないっていう人は、やっぱ最初はね、やっぱりそのうまく軌道に乗せるまでね、いろいろ難しいとは思うんですけれども、まあ、高額な商品を売りましょうよとね、コンサルティングのね、クライアントを取りましょうとかいうことを教えてるわけなんですけども、やっぱり全然何もね、オンライン上にコンテンツを出していない人が、じゃあいきなり私にね、例えば50万円くださいとか100万円くださいと言っても、やっぱりなかなかうまくいかないわけなんですよ。それはなぜかというと、やっぱり出してるコンテンツの量とかが少なかったりとか、コンテンツの質が悪かったりして、なんかお客様を一歩前に進めることができていない、わけなんですよね。なので、そこでね、じゃあどうすればいいかっていうと、まあ、例えば私のね、ちょっとコンサル生さんの一人なんかはですね、まあ、そういった特に彼はまだ今何も商品とかがないので、個別コンサルティング、まあ数十万円とか100万円近い個別コンサルティングを売ってるんですけど、彼の場合、じゃあ1週間無料でお試ししませんかと、ね、LINE でまずやり取りしましょうよと。ね、1週間まずお試しをしてですね、まあ、そこで、まあ、もし何かね、気に入っていただければ、私のサービスに気に入っていただければ、よかったらお金を払ってくださいみたいなことをやってるわけですよ。そうすると、まあ彼の場合はですね、まあ、ちょっと私も告知に協力してあげて、僕のお客様ちょっと紹介してあげたんですけれども、その結果ですね、まあ、最初ね、無料セッションをしてですね、無料セッションをして、まあ、無料セッションというかその前にね、まず無料レポートがあって、その後に動画ちょっと見せて、ウェブセミナーがあって、それを見た人に、じゃあ私とちょっと1時間個別セッションでお話ししませんかみたいな、オファーの流れがね、ファネルの流れがあるわけですよ。で、そこでまあね、こういった商品を売ってますよっていうね、よかったら私のプログラムに参加しませんかっていうね、クロージングをするわけなんですけども、やっぱりまだ信頼関係がそんなに築けてない、まだ知ったばっかりで本当にこの人大丈夫かなみたいな信頼関係が築けてない、状態だとですね、やっぱりそのね、じゃあそこで、はい、わかりました。ね、お金払いますよっていうふうにはなかなかならないわけですよ。なので、今言ったように彼がそこで何したかっていうと、やっぱりじゃあ1週間お試ししましょうねと、そこで、結果が出たら、まあちょっと考えましょうか、考えてくださいみたいな話をするわけですよ。で、彼も
も先日ちょっとなんか結構また商品をね、その生徒さんも商品売れたんですけど、まあ、なぜ売れたかっていうと、ね、そこでなんか無料お試しで指導をして、まあ、そこですぐになんかその無料で教えた人は結果が出ちゃったんですよ。で、すぐに売り上げが上がったと。ね、こうやった方がいいんじゃないってね、そのお客様の悩みを聞き出してすぐに売り上げを上げたいっていうことだったらしいので、じゃあこうやればすぐに売り上げが上がるんじゃないのって言ったら、本当になんかその通りやったらすぐに売り上げが上がっちゃったらしいんですよ。なのでそのね、僕の生徒さんのそのクライアントさんというかお客さんというのは当然お金払うわけですよ、彼に。ね、それはなぜかというと、さっきも言ったようにリザルトインアドバンス、先に結果を出させてあげてられているからね、お金を払う前にその無料のね、特にお金を払っていない状態で、結果を出させてあげられたら、そりゃ当然ね、ね、じゃあこの人についていけば間違いないだと、もうこの無料の状態でね、すぐに結果が出たんだったら、もっとちゃんとお金払えばですね、もっと結果が出るだろうっていうことが明らかになります、明らかになるわけですよ。だからお金をね、払いますよと喜んで払っていただけるわけですよね。だからこれがすごく自然なセールスの流れなわけですね。なのでそのね、なんかまだ自分のことをよく知らない人に、ね、これもするんだ、これもつけるんで、商品もっとや値段安くするんで、よかったら私の商品買ってくださいねっていう、なんかそういったなんか無駄なセールスっていうかな、やっぱりその説得をしたらダメなんですよ。でセールスっていうのは説得ではありません。説得をしたらもう終わりだと思ってます。はい、私なんかはね、そんなに、なんていうのかな、もう説得をしなくちゃいけないと思ったらもうセールスしないわけですよね。私なんかはもう本当に、その、喜んでね、ヒルトルさんね、お金払いたいですっていう人に、だけしか商品はご案内しませんので、こっちがなんかプッシュしてね、どうですかとかなんかね、個別に連絡をして、ね、なんかセールスをしなくちゃいけない時点でもう負けているか、いるかなと。なので、本当に、ね、やっぱり、なんていうのかな、そうやってなんか説得をしてやっぱ断られるのも嫌じゃないですか、傷つくじゃないですか。なので本当に僕のことを好きな人ね、本当に自分からね、お金を払わせてくださいっていうね、人にしか僕はセールスをしません。いいですかね。ということで、まあとにかくね、本当にまだ今ね、商品なかなか売れていないよっていう方は、やっぱりその先に結果を出させてあげることができればね、無料の状態、もしくはとてつもなく安いね、お金しか払っていないのに、それ以上のこんぐらいの結果が出てしまったよとね、例えば1万円投資を、1万円の教材を買ってしまったら、買った後に、10万円の売り上げが上がったろうってなれば、そのね、そのなんか費用対効果がめちゃくちゃいいわけじゃないですか。1万円の投資で10万円のね、利益が上がったとっていうね、めちゃくちゃ相手にお客様に得をさせることができるわけですよ。なのでそこでなんかこんだけお金を投資したのにね、全然稼げなかったとかね、全然結果が出なかったっていうのであれば、あなたがね、いくらなんか頑張って教えたとしても、ね、お客様はそれ以上お金を払いたいとは思わないわけですよ。なので本当にね、継続的にお金を払っていただくためにね、高い商品を買っていただいたり、何か一つの商品買っていただいた後にまた次の商品をね、定期的に決済していただく、定期的にお金を払っていただくためには、本当にその払ったお金以上の価値を提供する、ね、それがまだ無料の状態であれば、無料でこんなに結果出ちゃったよみたいな ね、もしくはそのね、すごく無料なんだけどすごく気づきがあったっていう風に、そのセールスをする前の時点で少しでも結果を出させてあげる、それでなんか気づきだったり自信とかをね、そのお客様に与えるってあげることができると、非常にね、セールスが非常に簡単になります。はい、それ覚えておいてください。今日のね、ライブ配信はこのぐらいにしておきたいと思います。ということで最後までご覧いただきありがとうございました。またライブ配信やっていきたいと思います。この4月はね、またアメリカとかにもちょっと、行ってセミナーとかにも参加してね、その海外の最新情報もお伝えしていきたいと思いますので、また引き続きね、私の動画楽しみにしておいていただければなというふうに思います。それではまた最後までご覧いただきありがとうございました。じゃあまた、バイバイ。